はい、皆さんこんにちは。今回の動画はふるさと納税の返礼品でイクラ&ウニ丼を作ってみたということで、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。最初に箱から出てきたのは手近が町長からの感謝の手紙です。移住に興味がある方は手近が町のホームページを見てみると良いかもしれません。寄付金額は15,000円で、ウニは2箱に分けられて入っていました。2箱並べてみればウニもたくさん入っていることが伝わるかと思います。イクラもウニも冷凍便で届いたので、これから解凍していきたいと思います。解凍している間にお米を炊いていきます。お米が炊き上がりました。お米を炊いた後は少し蒸らすと良いのですが、お腹が空いちゃったのですぐに作っていきます。ボウルにご飯を移して砂糖を入れます。分量は小さじ1入れました。お酢は適量入れてください。よく混ぜれば酢飯の完成です。お気に入りの茶碗にご飯をよそっていきます。とりあえずこれぐらいかな。本日のメインの海の宝石、北海道産イクラになります。イクラをご飯にのせていきます。ウニは解凍不足でうまく取れなかったので、もうまとめてのせちゃいました。ご飯の熱でちょうどよくなるはずです。これでイクラ&ウニの二色丼の完成です。実食。それでは早速食べていきたいと思います。醤油を回しかけてわさびを上に乗せれば準備完了です。をかければさらに見た目が美味しそうに見えます。我慢できなくなったので、イクラ&ウニ丼を早速いただいていきます。わさびと一緒に食べたら半端でうまさです。ウニもいっちゃいましょう。ウニも臭みが全くなくクリーミーで美味しかったです。そろそろお酒も飲んでいきます。乾杯。のりに巻いて食べてみます。海との相性も群抜です。
それでは今回の動画のまとめです。北海道弟子屈のイクラ&ウニ丼を作って食べてみましたが、家族全員笑顔になれました。皆さんも食べてみてはいかがでしょうか。ごちそうさまでした。